こんにちは、グローバルネットリンクです。今回は小ネタになりますが、 4K カメラランカム 2.4K の水平尾翼に取り付ける方法を紹介します。スケール機ならでの引っ込み客の動作状況やフラップの動作状況が分かる位置に取り付けてみたいと思います。今後は小ネタ集もアップしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。大型ガソリン飛行機での取り付けとなりますので、エンジンの振動が尾翼に顕著に伝わり振動が激しいので、取り付ける場合は工夫が必要です。作業の工程内容ですが、まずは取り付ける位置にカメラを置いて、台座の位置を鉛筆でマーキングしておきます。次に台座を止めるネジの位置、水平尾翼に穴開けをしていきます。穴開けした場所のフィルムを剥がして、カメラの台座を受ける台座を水平尾翼の中に作成します。シナベニアの台座を2つ作り、水平尾翼内に固定します。カメラ用の台座のネジに合うようにシナベニアの台座に受け側の埋め込みナット 3mm を埋め込み、接着剤で固定します。それでは先に穴開けし、マーキングした箇所のフィルムをカッターナイフで剥がしていきましょう。剥がしたフィルムは後でまた貼り付けますので、捨てずに残しておきます。シナベニアのブロックを埋め込むため、水平尾翼のプランクされたバルサ材も切り落とします。水平尾翼の桁、スパーの部分を避けて切り落としていきます。力を入れすぎて自分の手を切らないように十分に気をつけてくださいね。台座のネジ穴の位置をもう一度確認しておきます。
手持ちにあったシナベニヤ 1.5mm 2枚とバルサ材で厚みを調整しながら埋め込んでいきたいと思います。水平尾翼内に入るように厚さと大きさをそれぞれ削って調整しています。埋め込むシナベニヤは水平尾翼の湾曲に合わせて微妙な削りが必要となりますので、現物に合わせて行っています。接着剤はコルシボンドの G クリアが便利です。しっかりとカメラの台座を水平尾翼にねじ止めすることができました。これでエンジンの振動でカメラが外れることもないでしょう。参考になりました？よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後にランカム 2.4K カメラで実際に撮った機上動画を流します。温かい飲み物でも飲みながら少年の気持ちに戻り、一緒にまったりとした趣味の時間を過ごしていただければ幸いです。グローバルネットリックでした。それではまた。
よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。グローバルネットリックでした。それではまた。